プルスケイオス。プルスケイオスってプルスね。ふざけないで、本当に遊びだよこれ。遊びじゃねえよ。遊びじゃないよ。命かけろ。軽っ命軽っ。命軽っ。あんなの軽い感じでいいよ。いや俺が一番重くやる。俺が軽くやるのはまずい。エンジョイ大会だよ。ダメ、俺弱いから。同じ感じだ、ダメ。やっちゃう俺。いや逆にエンタメだからさ。確かに。そうだよ。だからさ、うん、エンジョイ大会だからお前がいるんでしょここに。そう間違いない。それはそう。お前さ、言葉の切れ味がいや。それはそう。でもこの人生において一番いい感情って楽しいなわけよ。なるほど。悲しいでも辛いでもさ、はい、怒りでもなく、だからいいの。うん、いいんだ。楽しきゃいい。楽しくないと意味ない。今人生楽しい？超楽しいよ俺毎日。ちなみに。本当？誰よりも。大丈夫？どうした、話聞こうか？いや、いいよ。人に話しても理解してもらえないからさ。いや、吐き出すことによってちょっとでも楽になるよ。ヴィランになります。はい、お前死にます。ヴィランになる前に一般市民で死にます。はい、一般市民じゃないです。ヴィランです。違います。お前プルスケオス使いません。プルスケオス使います。今使ってじゃあプルスケオス。いや、今はまだその時ではない。楽しかったな、スクリーム期間。もう終わった人の感想だけどね、今。打ち上げしとくか、先に。ああ。優勝やったーってやれば、優勝するしかなくなるわけよ。したことになる。じゃないと、辻褄合わなくて、時空が歪むから。すごいね。うん。何すごいって。先にしとかん、すごい。すごいね。何すごいって。日本語下手だよね。言われたくないな。俺、日本語うまいよ。いや、うまくないよ。お前なんで下手なん？だって会話できねえよ。会話できてない。マンタさ、うん。お前さ、もっとさ、プルスケオスしろよ、マジで。ヴィランや。本番だぜ。お前スクリームと思ってない今日。うん、思ってないよ。じゃあいいよ。でもさ、うん。本番を練習のようにやるんだよ。練習を本番のようにやって。なるほど。うん。じゃあちょっと、仮眠取ります。はい。はいって何？一人寝ました。今日俺さ、寿司買ったんだから。勝つと思って終わったら食うの。うん、勝ちの優勝のテンションでいろいろもう晩ご飯とか決めたから。めっちゃいいじゃん。お前食ってんじゃん今。何食ってん。具が何も入ってないおにぎり。おにぎりね、具が何も入ってないおにぎり食うやつガチだよ。本物やん。うん、本当に好きな人。本物のおにぎり好きだから。塩結びってこと。そう。やば、おにぎりくんって言われてた今まで。うん、やばそうなんだ。だって俺最初のプレイステーション配信おにぎり大好き。マジ？本当に好きなんだじゃあ。うん、俺はさ、何の料理が好きだったらぽい。牛丼。牛丼。牛丼大好き。ブランディング完了。もんちゃんは何だと思う？マンタ的に。ん？もんちゃんが好きで、この料理が好きっていうのがキャラに合ってるやつ。うん、どういうこと？なんだろう、例えば、マンタがめっちゃおしゃれなパスタ好きっていうとなんか。生意気じゃない、なんか それっぽくないというか、キャラに合ってない。おにぎり大好きの方がさぽい。なんで？わかんないじゃん。いや、ひどいよ。ひどいのこれ。メジサラです。わかんないじゃん。でもそうだよ。なんとなくわかんないけどぽいなっていう。それっぽいよね。舐めてるだけじゃん。舐めてない、舐めてない。舐めてんだ。おにぎり好きだし俺。お前も絶対おにぎり食うなよ。なんでだよ。これで取ってない順位ないから次は5位。うん、どういう理論。コンプリートしたよ順位。ああ綺麗だったら8位。8位とんのめっちゃむずいけど。8位はちょっとむずいか。運営より先に倒れなきゃいけない。まあ8位はいいんじゃない。8位はいい。メリットないし。7位もないけどね。7位はある。ある。ベイトになるね。ああそっか。なんか弱いって思わせて。ああ警戒しないんよ8位のチームって。はいはい、はい、人間って。あ、そうなんだ。うん、そこをこうグッてグッてやって5位でしょ。ノアルタカは爪隠すって知ってる？あー聞いたことあるわ。うん、頭いいやつほどくと隠すのよ爪。あんの最後まで。そうなんだ。爪切れよもう。今じゃない、まだ爪を出すときは。はい、うん、温まってきた。腹立ってきた。うん、温まってきた。温まってきた。あ、腹立ってきた。ちょちょどうなってん俺。一応今合計ポイントがうち1ポイント。やるやん。いいね。いいね。うん。いや逆に1ポイントで終わる？一応おもろいはおもろいよね。おもろいね。1ポイントで終わるのは。1位との差は25ポイント。
でも一旦全力でやってみて1ポイントだったらめっちゃおもろいけど、ね、確かに狙いにいってなくて1ポイントそう一番いいねめちゃくちゃ勝ちにいってめちゃくちゃ勝ちにいってみよう。 OK 結果そしたら何ポイントになるのか俺たちは。そうだね、一応3位までさ、うん、多分インタビューあるから、うん、あの考えといた方がいいかも。内容考えてあんの？俺はまあなんていうの、10パターンぐらいあるから全部は言えない。うん、1パターンだけ教えてよ。最高、本当に苦戦しましたけどなんとか優勝できました。考えてないの？誰でも言える結局さ、マンタはさ、うん、あの優勝したことはないの？ CR カップ、 CR カップは最高で2位かな。うーん、モンドと一緒に出たやつ。おお、今回初めてやねそうだね優勝の基準どうする？楽しんだ人じゃない？ああ、なるほど、ね、うん、だって考えてみて、優勝ポイントでしたけど喧嘩とかしてたらそれって本当に優勝なのかなって。はいはいはい、うん、でもやっぱ勝ってたらさ、うん、うん、仲いいんじゃない？でも今勝ってなくても仲いいからうん、勝ったらどうなっちゃうんだ俺ら。わかんない、やばい一つの生き物になるかも上二人現れてくんねえから俺たちのところに来てほしいよね。来てほしい、さすがに来てほしい、さすがに来てほしいな。見かねてキルポ取れてないから、いまだキルポゼロ、今全く警戒されてない。だから言ったらラークやね。なるほどね、ラークベイト、ラークベイト、ラークやねこれ今。どういうこと？ん、いや調べてよ、そのラークの意味とか。いやいやいや分かってる、分かった上でどういうことか聞いてる今一番下だよ、上がるしかない。上がれねえよ、絶対に上がれる。無理だよ。なんで？あんなのが弱いからあと1分ぐらいで始まるらしい。オッケー、ご飯食べてきた。何食ったの？寿司。もう食っちゃった勝ってから食って食っちゃった。でも寿司摂取した俺の強さ知ってる？ちなみにどんぐらい？え、もう血糖値上がってるけど今あ、寝ちゃった。意気込み皆殺しでゼロキル生き恥さらしてる一番優しいチーム皆殺しでゼロ意気込み、意気込みと真逆のことしてる真逆なんだ。俺らが順位はちゃんと皆殺し揃ったらしいよ順位はね、うん、確かに。でもさ、考えてほしい、俺らが一番ヒーローだよ。ヒーローって殺しはしない、殺してない、うん、殺さないからヒーローは気絶とかだから。みんな殺しでゼロおもろみんな殺しでゼロキル、俺に解散だ俺に解散か、解散か。それでヘリでもやるか。みんな殺しの順位取ったのすごいな実際。確かにすごくねえよ。でも伏線回収できてるすごい、これから取る順位の話そういうことか一番優しいチームだね俺ら。本当に優しいって大事だからな。ただ敵に弾当てるだけだから不殺プレイだね俺ら。綺麗事だけじゃヒーローって務まらないんだなっていうのが分かった確かにやっぱ手は汚さないと。そうだね、世界は救えないんだ。でもさ、手を汚したその先に待ち受けるものはさ、果たして本当に平和なのかな。ほらね、答えらんない。そうでしょ。ごめん話聞いてなかった。やばすぎ。これ1位になって全員キル取ったら、うん、ワンチャンある？まだないねない、うん、ないかも。なんでないの？そんな世界線はありえないからないかも。でも俺思ったんだよね、いろいろ生きてて。どうした？こんなにありえないことなんてないってね。あるよ確かに。今から宇宙行ってって言われたら無理でしょ。確かにあったじゃん、ありえないこと俺がデクで倒してあげるよ、デキ。え、無理じゃん、もうそれ勝てないじゃん。いや、刺さる可能性がある。あんなのデクできないじゃん。俺昨日練習したんよデク、したらすげえ強かった。気のせいだよ多分あ、これやったよ。デク、カッキル取ったら人起きた。ここここゆっどこここここ、俺とデクいる。行く行く、やばい、帰ろう。マジでやばい、マジでやばい。ロロロロロ頑張れナイス、ダウン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 、ナイス。俺大丈夫、ほっといて。
いや、これデック生き返るわ。俺だ、死んだ。いや、大丈夫。待って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 。落ち着く落ち着く。バカ。え、な、ごめんなさい。C ボタンと間違えた。え？ちょっと待って待って、やめて、待って、え？待って待って待って、え？乗り越え、何やってんだー！ごめん！いやもうガチで下手やん。ごめん！X と C 間違えた。こいつと同じチームで戦ったの今まで。そう。そう。そうだよ。だからか、もんちゃん。なるほどね。そうだよ、もんちゃん。隠れようと思ったのに派手に見つかりに行った。プルスウルトラって言って。エグエグエグ、個性エグ。いや、マジでエグ、今のは。ヒロアカでも弱いってことは、うん、クソグラでも弱いって話じゃないぞ。うん。もんちゃん、正解。あんなの首。ちょっと待って。貫通するわ、俺。待って待って、ダメダメ。貫通しちゃうな。いや、首。いや、ロール、待って待って。ロールプレイではモンディバレ、分かってないから、それ。俺セルが俺が貫通してさ、ダメだよ貫通じゃん。連絡入れとくわ。何でもあるやん。でも一個だけ教えて、うん、ストグラはプルスウルトはない。いや、きっとスーパーシャートでプルスウルトだって叫ぶ。ハイドしなきゃいけない時に多分アンナルが弱いから、うん、3期背中でも一人になってるべ、うん、ひでえな。ひでえ、実力主義すぎる。ひどいなぁ。マンタ、あのさ、うん、知り合いで俺ぐらいゲーム下手な人いる？いない。逆に俺すごくない？唯一無二じゃん。そうだね。ワンフォアオール、オールフォアワンじゃん俺。ん？オンリーワンだね。オンリーワンやね。うん。俺自慢じゃないけど、そのシェルカップ結構何回もあると思うんだけど、うん。全部で一番弱いと思う。あんなのこの中で一番弱いよ。弱い。自信持っていいよ。ありがとう、もんちゃん。うん。俺は弱い。一旦あんなの首。ちょっと待って、一旦とかない。決定してるもん。一旦とかない。これ、楽しみです。ダメダメダメ、貫通してる。ちゃんと強くなるから、これでキーマウ、慣れたから。いやでも、だってさ、うん、GTA ではキーマウ使ってるよね。でも、ストグラの方が強い。これは、早い。動きが。脳みそがさ、追いつけない。じゃあ、バカじゃん、それ。今のところ、ゴミでバカだよ。ゴミバカ全部揃ってるやん。全部揃ってる。ゴミバカザコ。すごいね。すごいな。なんでここにいんだ。確かに、なんでいるのお前。なんで？なんで？何これ。どうして？でもさ、うん、アムルが、うん、ごめん、ダメだ。フォローできなかった。フォローできません。フォローして。せめて。できなかった。なんか絞り出して。なんか。ほんま。いや、やば。乾いた笑い。今リサルト見てるんだけどさ、うん、なんで強いよりダメージ入れてないの。あんなで本当だ。何、248って。強いも250入れてるのに。あんなのデックはもうさすがにひどすぎよ。確かにちょっとひどいわ。本当のデック。個性もらえなかった。もらえなかった。世界戦のデック個性もらえなかったか。どうでした、アマル選手。もうちょっと真剣に、うん、ゲームに対して向き合おうかなって思いました。なるほど。はい。俺もう寝よ。眠い。眠い。一気にあの終わったあれが来て。いや、何もしてないじゃん。確かに。確かにな。何が眠いの。なんで眠いんだ俺。そこらやる気ないんだもん。ある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 よ。あるある。白井さん行くの。俺仕事。仕事って言えばいいと思ってない？いや、もう知ってるよ、仕事って言ってやってないの知ってるよ俺。いや、仕事してるって。もちろんないです。白井やる気。仕事白井やる気ないの。あるよ。なんであるの。なんであるの。なんだそれ。あ、そういえば最近白井もあんまそこら入ってこなくね。そう、もうやる気ないの、いやいや、仕事してるんですよ。俺は練習してた、ヒロアカ。仕事辞めればいいじゃん。いやいや、仕事辞めればいいじゃん。辞めないよ。ご飯食べない。でも漫画終わったら仕事ないんじゃないの。今、うん、新しい漫画書くよ。やめてよ。なんで。やめてよ。やめてよってなんで。なんで漫画書くの。いや、楽しいからね。人ぐらいより楽しい。いや、トン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 。うん。どっちがやめるしかない。いや、収入のことを考えると人ぐらいだよ。いやで、え、人ぐらいやめるの。やめるの。
いやいやいや、極論すぎない。でも今やめないよ。やめないよ。やめないの？やめないよ。どっちなんだよ。なんだよ。二択だけなの、おかしいな。ずっとやめないって言ったのに。どっち？しょぼさんに言っとくわ。白いバンで。何でバン？罪状は。バンがかけすぎ。あんなる、おもりに誰が刺したの？はい。白井？うん、おもれえかなと思って。お前のせいかよ。いや、その時は、その時はですね、ボス聞いてください。その時は、実力も何もわからなかったんです。まさかここまでとは思いませんでした。こんなに下手だと思わないでしょ？ざまみろ！ちゃんと、確認してよ、そこ。もう遅いよ。いや、もう、今でも遅くない。ダメ、貫通してるからダメ。あんだけ運転も下手。ヘリも、ヘリ運転もできない。打ち合いもできない。報告も下手。説明もできない。終わってる。あれ、俺、なんでスカウトしたんだ？逆に考えて。あれ？そんなやつが、普通にこうやっているのすごくない？それが俺の実力よ。どういうこと？なんか何もできないのになんか必要っていう。俺いなかったら多分崩壊する。うん。必要って思ってる人いるかな逆に。え、マジ？一旦白井はどう？あんなるいる？まあちょっと、こういう結果になると思う。首やん俺。マジ？何これ？待って、ちょっと待って。ヒロアカで首なの俺。マジ？関係ないやん、ストグラ。マジかよ。お前はヒーローに向いてない。君はヒーローになれない。おい、デクであれか、個性くれなかったパターンね。で、現実を突きつけるオールマイト。君は無理だって。君は無理だ、向いてない。いやー、もうクソ。